皆さんこんにちは。うなおドーナツの時間始まりました。今日はですね、もう作り始めてます。材料を分量通り入れて混ぜていきます。今日何を作るかと言いますと、私先日ですね、ロデブっていうパンをいただきました。ウーニー点々のブーの方のもう大体ウーニー点々はおしゃれということで、とってもおしゃれなパンだったんですけど、そのおしゃれどうこうっていうよりもね、すんごい美味しかったんですよ、それが。だから今日はそれを自分で作れたらなと思って作ってみようと思いました。で、早速ですね、いつも通りロデブ作り方で検索してみたんですけれども、今回 かなりびっくりしましたね。まず一つ目見た先生の材料がこちらになります。皆様も一緒にご確認ください。今ですね、分かった人は手を挙げてください。分からなかった人を今下向きながらアテンといてって思ってる、そこのあなた、私と一緒です。材料わからんとかありますかね。もうここまで来るとやっぱりね、材料すらわからないですよね。先生何言ってるんと思って。まずですね、グラムで書いてくれない、もうパーセンテージです。そうです、比率です。で、見ていくと、途中でね、水80ってあるじゃないですか。これが水 80% の先生の誤字なのか、もう80っていう意味があるのかもわからない。もう先生すごすぎて、もうなんかついていけないから、間違ってるのかどうかもわからない。でですね、違うの、大事なのは最後に書いてるルヴァンリキッドなんですけれども、この今日作るロデブっていうのは、ルヴァン沢口靖子ルヴァンパーティーでしか聞かない、ルヴァンの使ったパンらしいんですね。でこれが何かって言ったら、発酵だねとのことで、だからイーストってでいつもやってますけど、この発酵種を使うっていうのがなんか特徴らしいんですよ。ただですね、ちょっと難しすぎでしょ。なので今回はちょっとそちらは使わずに、いつも通りドライイーストで作るので、もう正確に言うと全然ロデブじゃないんですけど、ロデブ風のパンを作っていこうと思います。ごちゃごちゃ言ってたらここまでできたんですけど、こっから成形していいらしいんですけど、なんか見た感じね、なんか作ってはった人の、そう、もっとここぐらいまで膨らんでたから、なんかもうちょっと置いた方がいいんかなとか思って、ようわからんけど、もうちょっと置いてみます。でこちらになりました。なんかね、1.5 倍ぐらいになったらいいらしいんですけど、ずっと見てたら元のサイズとかわからんくなりません。 1.5 倍って言われたらなったんかなみたいな、わからんけど、もうよしとしました。こっからもうなんかもういろんな人のいろんなやり方があってわからないんですけど、とりあえず一番簡単そうなやり方をやってみようと思います。粉をいっぱい敷きまして、でこの上、生地の上には粉は振らない方がいいということだったので、まあ、先生の言う通りやっていこうと思います。でこれを三つ折りにして、もう一回三つ折りにするということらしいので、ちょっと広げています。ただですね、やっぱり心のどこかでですね、本当に三つ折りにできるかっていう気持ちの迷いがやっぱりずっとあって、なんかね、動画を見ててもいろんな人のいろんなやり方見すぎて、なんかね、やっぱり定まらないまま今回も始めてしまってるんですよ。でとりあえず三つ折りにしました。
でこっからですね、あの私の心の葛藤をご覧ください。三つ折りとは。また言うこと聞かないなぁ、ほんまに。くつかへんし。ごまかす。ごまかしていく。はい。できましたと。なんか誰に見られてるわけでもないし、あの、自分だけで作ってるんで好きにしたらいいんですけど、なんか、やらなあかんこと、先生に言われたことやってないことになんかわからんけど、負い目感じて、めっちゃなんか焦って、テンパってる。とりあえずですね、あの、オーブンシートに乗せまして、ラップをして、40分待っていきます。思ったよりあの大きい感じに なって大丈夫なんかどうなんかわからないんですけど、とりあえず粉を振ってあのクープを入れていきます。いつも通りこのカミソリで入れていきます。ちょっとあのこの人時間かかりそうなんで、あの全然違う話していいですかね。あのカタログギフトってあるじゃないですか。あれってね、なんかまあ一周パラパラパラって見てみて、あんまこれ欲しいかなみたいなやつちょっとチェックして、もうちょっともう一回見てみようかなとか言って2周3周したあたりでこれにしようって決めたやつって、なんかなんでそれ選んだんっていうやつになってません？なんか1周目で選んでたやつと全然違う、なんでこれ選んだんっていうやつなってて、なんかうちの母親とかもなんかぶら下がり健康器とかもらってて、なんかそんな欲しいって言ってたことありましたかと思って、なんでいきなりぶら下がり健康器と思ってで、あのっていうやつの、 あのカタログギフトによくあの小さいナイフみたいなのあるじゃないですか。あれ欲しいなって今思っただけなんですけど、このカミソリじゃさすがに切れんくなってきたなと思ってっていうだけの、ごめんなさい、しょうもない話でした。まあ、言うてる間にできましたんで、今日はですね、オーブンの方に霧吹きをして焼いていきます。さてさて、今日はどうなりましたでしょうか。なんか見た目はいい感じじゃないでしょうか。あのほらほら、なんかそれっぽい感じでできてるかな。ちょっと見てみますね。はいはいはい、なんかクープが開くとかするのはあのないけど、相変わらずね、なんかそのパリパリっていう感じじゃないんですよね。いただいたね、ロデブはもうパリパリの皮が厚い感じだったんですけど、またちょっとふわふわになっちゃいましたね。じゃあちょっとね、切っていきます。見てみましょう。はいとなんかね、あの調べたところ、ロデブの特徴って皮がパリパリ、中は気泡でいっぱいみたいな、でルバンダネで作るっていうものらしいんですけどどれ一つ条件満たしてないまあしょうがないね、そんなんは。とりあえずね、切ってきました。はいと、端っこの方なんですけど、ちょっと食べてみます。いただきます。あら、あの過去一出ちゃったかもしれません。めっちゃ美味しいです。ちょっ
と材料も今日はいいのを使ったからかな、まあ、いただいたロデブに比べたら全然なんですけれども、あの偽ロデブとしては美味しいやつができましたね。あのなんかお食事に合うパンだなっていう感じです。今日はですね、あくまでも偽ロデブなので、私ができるくらいの感じのレベルでロデブっぽいパンを作ってみたんですけれども、いかがだったでしょうか。皆さんぜひですね、本当の先生方のロデブ作り方で調べてみてください。すごい楽しいので、もう私の動画はもういいので他の先生方のぜひチェックしてみてください。ということで本日の動画はここまでとなります。いつも本当にご視聴ありがとうございます。また見てね。バイバーイ。